そして今、ボスは今、吐き気を催す邪悪とは、何も知らぬ無知なる者を利用することだ。自分の利益だけのために利用することだ。父親が何も知らぬ娘を、てめえだけの都合で。許さねえ。あんたは今再び俺の心を裏切った。いた、トリッシュはまだ生きている。よし、着いた。しかし、クソ、顔は見えない。ボス、あんたの正体だけを知るつもりだったが、予定が変わった。あんたを始末する、今。時間はない。だがボスはまだ俺が裏切るとは考えてない。方法は暗殺だ。ボスの脱出ルートを先回りし、そこでやる。この穴は、なるほど、教会の地下には必ずある納骨堂への階段か。そこで安心してトリッシュを仕留めた後、そこを通り抜けて建物の反対側に脱出する気だな。先に出ることができた。階段を降りた。今だ。そのまま帰った方がいい、ブローのブチャラティ。その柱から出たらお前は死ぬことになる。セキューフィンガーズ。砕け折れる。追跡はバレていたのか。だが、再びまた姿を隠すとは、大した実力ではないと判断するぜ。理由を聞いておきたい。どういうつもりなのだ。私は今回のお前の仕事ぶりに尊敬の念を抱いていたのに。幹部になったのが嬉しくって欲が出たのか、それとも自分の実力を過大に評価し私を追い越せるとうぬぼれたのか。トリッシュが目を覚ましたら、父親など最初からいなかったと伝えておこう。トリッシュだと？トリッシュが何だというのだ。娘のことはお前には何の関係もない。貴様に俺の心は永遠にわかるまい。ジョルノか。ブチャラティ。ええ、移動していることはすでに分かっています。ボスの体につけたブローチの位置なら正確に分かります。今、地下納骨堂への階段下、降りたところ約2メートルの柱のそばにいます。しかし待て、ブチャラティ。何かただならぬことが。どこだ。くらえ、セキーフィンガー。柱の影にいたのは俺だ。これは何が起きて。選別代わりに見せてやったのだ。最後だから教えてやろう。お前がたった今目撃し、そして触れたものは未来のお前自身だ。数秒過去のお前が未来のお前自身を見たのだ。これが
我がキングクリムゾンの能力、時間を消し去って飛び越えさせた。誰だろうと、私の永遠の絶頂を脅かす者は許さない。決して確実に消え去ってもらう。ブジュラディ、お前のトリッシュ護衛の任務はこれにて終了だな。